田辺浩二と申します現在多摩六斗科学館でボランティアをさせててもらってますで所属してる班は理科学習班で主に物理とか電気の,その現象をですね楽しく学んでもらう学校の場合はどうしても覚えることが多いんですけども科学館来たら少なくとも楽しみながら それとあの教科書にないようなものまでこう楽しんであのまあ自然に学んでもらいたいということであの企画を作って理科好きな人になってもらいたいということなんですね <music> このボランティアに始めた大きな理由としては。 リカバナれっていうのがまあいろいろ言われてたんですけど、そのリカバナれをどうしたらこう少しでもこう戻取り戻せるかっていうか、その辺でま理科を好きになってもらいたいっていうのが一つの大きな目的だったんですね。どういう原理で動いてるかっていうのを見ながらやれば、ただ教科書の図を見たり写真見たりして覚えるよりも結局その 訴える力っていうかな。それが実物があれば、それが一番その印象に残ると思うんですよね。考えないでただ要領よく回答するだけじゃ理科離れっていうかな。理科の面白さっては伝わらないと思うんですね。だからその考えるとかこじっくり物をこう観察するっていうのはやっぱり科学感とかそういうものの一つの目的かなと思うんですね。学校と同じことをやってたら。 そういう意味はなくなるし、それで少しでもそういうものができるっていうことで。まあ。ものを見せるってものを主体にしてます。だから結局。自分で作って。見てもらいたいっていうふうになるんですね。大きな仕事として、あのレーザージャイロって言うんですけども。あのレーザージャイロ、今こういうのはあの。 回転式のコマを使ったジャイロですけども、これだとどうしてもあのベアリングの寿命なんですね。それがあって誤差がどうしても出てくんです。例えば3000時間ぐらいしか持たないとか、それでそのコマの一つ一つの癖が多くて、ちょっとこれじゃ追いつかないところをレーザージャイロでできないかってことで、そうですね、だいぶ時間がかかったんですけども、 レーザージャイロをなんとかできたんですね。今も打ち上げてるロケットあれにほとんど100%うちで作ったそのレーザージャイロが使われてるんですね。だからその打ち上げるたびにああうまくやってるなというふうに思います。<laughs> いくつかあるんですけどもそのうちの一つにあのこう空中ゴーマ のあるんですねこれはあの普通ですと、まあ、磁石の上に、まあ、磁石でできたコマを置いてこう,うまくこうやってやると回すことは非常にというかある程度こう練習すればできるようになるんですけどそれいくらあの空中で浮いてても空気の抵抗とかこう磁石が回ることによって多少発電してるんです。で渦電流で だんだん遅くなってくるんですねだからいくらいい条件でも5分もたないんです空中で回してもこれずっと回しておく方法が何かあったらなと思ってこれあの回ることによって安定してるっていうのが一つあるんです昔の人工衛星なんかはあの制御装置持ってないですから回転させることによって安定性保ってたんですねそうしないと軸が勝手に動いちゃうんで回転させてたんですね それはコマのの原理で安定する一つの方法なんですそれをまあ大体分かってましたのでこれいつまでも安定して回すにはコイルで電力を与えてやればっていうことを思いついたわけですね。で実際にあのこのコイルをいろいろ試作してこれはあの二重になってるんですけども、まあ、どのくらいの磁界を与えればいいかっていうのは簡単な計算して。 それで実際にコイル巻いてそれこそあの電源はこれですけどもこれで回してみたらまあ何とか回るようになったんですね。まあ多分日本では初めて日本で初めてってことは世界でも多分初めてなんですね。まあ大きなことになっちゃうんですけどあのやってる人は見たことはありません。ででで今まで16日間連続で ちょうどこの棚でやってたんですけどもあのなんか取るときにぶつけちゃったんですねそれで16日目でダメになっちゃったんですそれがなければまだ回ってたんじゃないかなと思うぐらいだからそういう意味では非常に苦労してうまくいったということでこれが一番お気に入りです。自然に逆らわない あの現象っていうか、例えばですね。高いビル建てるときに。もう丈夫に丈夫に、がっちりしたものを建てるとすると。もう土台からしてだから、あの一階がほとんど柱になっちゃうって話がよくあるんですね。だけども、高いビル建てるには、今は逆に。柔らかくして。揺らすものは揺らして。 それで、五重塔なんかもそうだと思うんですけど自然に逆らわずに揺らすそうすればそのあんまり頑張らなくてもむしろそのビルなんかはそういうスペースができるわけですね柱に使うべきところがそういうものがここに入ってるんです。ということはこう駒を回してやるともう本当にそのブレのないもう。 1, 1。ミクロンもないような誤差誤差がないような作り方すると大変なんです。うん、これ、あの<う>こんなガチャガチャしてるから回らないと思うんですよね。うん、うん、この輪が邪魔してる感じだけど、そうじゃないんです。これ見るとあの木目に沿って歪みが出てくるんですね。木のおもちゃって、あの乾いてくると最初丸く作ったつもりでも。 その木目の方向になんかこう台になっちゃうんですそうするとブレが出てくるんですそれを抑えるのがこれだってことは分かったんですということは例えばこれ回してみますとこれだからうまく回らないだろうと思うんだけど最後はこれ自身がいろんな方向へ行って平均化されて真ん中はとにかくブレないようになるんですこれが自然の摂理かなと思うもう一回やってみますよ こうガタガタするけど最後はこれがうまくバランス取れてであの空中駒には重さをバランス取るためにこういう、まあ、これに相当する板を何枚かこう入れてそれで板の材質とか枚数を加減して重さを加減しバランス取ってるんですけど重力とのちょうどこれがそれに似てるんですね。 そのバランス取る板を何枚かやってるうちに3枚ぐらいですけどもそれがうまくバランスしてんじゃないかって気が付いたんですでそれをいくつか穴の大きさ変えたりしてやってるとうまくこう回るようになったんですね空中であ,あこれじゃ自然には逆らわない方がいいんだなっていうそれで思いついたんですねさっき言ったその建物がわざと揺らすことによって。 自信に強くなるそれと共通点があるんですねその辺で思いついた後これを見てあ、やっぱりそうかっていうのが確信も出たわけですね